日食とは、麻雀の役の一つ。一万個、作詞、トンズのいずれか一種の灰だけを使っては漁した時に、成立する。門前では六個星、袋した場合は五個星に食い下がる。単に、陳一という場合は袋して作った数量のことを指し、門前の数量は、メンチンと呼んで区別する。メンチンを、縦鎮ということもある。薬万を除く通常役の中では、 最高ボ指数の役であり、完成させれば大きな得点が見込める。袋しても確実に満眼になり、門前なら最低でも飛べ満になる。ドラや平和や一気通貫などが複合して倍満以上になることも多く、広い町になっていればリーチを打つことも十分に考えられる。その場合、手役に裏ドラが加わって三倍満、あるいは数え役満まで届く。 可能性もある。得点力の高さに加え、複雑な天配型になりやすいのも特徴の一つである。特に面前の場合は、パッと見ただけでは何待ちかわからないようなパイ姿になることもあり、多面張りや手代わりを瞬時に把握する力が要求される。実践では、メンチン一向調になった時点で次に、何を引けば何待ちになるのか、何が有効配かなど、 ある程度予測して、天杯に備えるのが望ましい。確率的には、新一色になるパイの組み合わせは、約4.5億通りで、薬万の四アンコウや国士無双と比較しても、メンチンは薬万並みに難度が高いと言える。実際、ハイパイと、ツモと展開に恵まれなければ、門前での数量は難しく、スピードを重視して泣いて、上がりに向かうことも多い。 一半食い下がってしまうものの状況を見て泣きを入れ、より優秀な最終型に持っていくことができれば、数量の可能性はぐっと高まる。パイ姿の美しさ、多面張りの華麗さから面前にこだわる打ち手も少なくないが泣いても十分高い手なので、泣きどころの灰や急所の灰は迷わず泣いてしまった方が良い。一つ二つ袋したとしても、パイの寄り次第では、 両面以上の形になるし、そうなれば多少警戒されたとしてもつも数量を期待できる。ただし、泣けるパイを何でもかんでも泣いたり、序盤から慌てて真ん中のハイをポンしたりすると、中盤以降苦しい形のまま膠着してしまうこともある。スピードを重視することと泣き急ぐことは違うので、陳一の仕掛けどころには注意が必要である。なお、 枚数の足りないところから強引に仕掛ける鎮逸は、無理があることから、無理賃と呼ばれる。泣いて作った聖一色は、性質状態の役と重複しにくく、また重複させる、難易度も高い。ドラや赤パイが絡まなければ点数は満願、飛べンから伸び悩みやすい。単ヤオは一見すると絡めやすいように見えるものの、一式あたり使える牌は7種28灰である。 こちらは純子を作ることもできるため純粋な比較は、できないが、自意識と使えるパイの枚数が同じである。無理に作らず混一色にシフトしたり、逆に混一色から死に一色にシフトしやすいのはないた、正一色の大きなメリットであると言える。20世紀初頭のマージャンの歴史の初期から、ある役であり、当初は3、小星役、あるしマージャンでは3。 こぼし役でさらに重不可不というルールであった。鎮一のデメリットは主に二つある。まず一つ目は、極端に偏った捨て灰になるため、極の進行とともに、鎮一狙いであることを見破られ、警戒されやすくなること。鎮一を狙うにあたって、他の色の灰は不要であり、普通ならば使い勝手が良いはずのチュンチャンパイが、惜しげもなく川に並べられることになる。 なのに一色だけ一枚も捨てられていないとなると、染めでとンパするのは難しいことではない。これとも関連して二つ目は、竹に他の色で待たれた時に防御が効きにくいこと。これは、本一の場合にも言えることだが、染めでの大物では勝負手であり、竹に先手を取られても多少の灰は突っ張ることが多い。結果、歯止めが効かず、放銃に至るケースがままある。 つまり一つ目の点で竹の防御力が高くなり、二つ目の点で自分の防御力が低くなる。特典的な破壊力を持つ陳一ではあるが、このような二重のデメリットも抱えている。また、初級者にとっては、街が複雑になりすぎることもデメリットになる。次から次へ灰が押し寄せた場合、上から下までごちゃごちゃした連続型になるとか、四枚使いの、 見慣れない形になるとかして、街が分からなくなることは大いにあり得る。複数ある街の一つを見落としてしまうケースや、すでに1パイにパイ余らせている場合などは、本人が意識することなく、不利点状態になり、チョンボを誘発する危険性もある。ただし、これは、実際に灰を並べて、陳一の練習をするなど、訓練を積めば解決する問題ではある。 多面張りのケース高めと安めがあるケース袋下ケース特殊なメンチンのレイソの1特殊なメンチンのレイソの2特殊なメンチンのレイソの3ありがとうございます